皆様お待たせいたしました。それではプロジェクションマッピングに移ってまいりたいと思います。今回のプロジェクションマッピングは2014年12月10日に築地本願寺本堂三門門中石塀が重要文化財として指定されたことを受け、本日開催いたしますご縁の前夜祭イベントの一つとして行われるものです。築地本願寺の本堂ができるまでの歴史を遊牧大学理工学部教授岡田義弘氏監修のもと、光が織りなす築地本願寺物語としてプロジェクションマッピングで上映いたします。また投影中に使用しております楽曲は、築地本願寺の本堂内にございますパイプオルガンを実際に使用し録音したものを使用しております。それではお待たせいたしました。築地本願寺プレゼンツ